今10月入って下旬に差し掛かってるんだけども、この時期うちの仕事として大事なものっていうか、まあ毎年やってることなんだけども、この柿の収穫があります。で、今もうこれ全部取っちゃいました。で、何個か持ってきたんだけれども、まあ種類はね、これを植えた人が、まあうちでの俺のおじいちゃんなんだけども、まあ認知症になって、もう俺のこともわからない、自分のこともわかんないってなってしまって、何の品種かっていうのはわからないけど、多分庄内柿っていう種類じゃないかっていうことで、まあ庄内柿としてね、取って食べてやってます。で、これね、渋柿なんで、今これ今日取ったばっかりで、このまま皮むいて食うとタンニンが入ってて、そのタンニン、渋みの正体、タンニンがね、なんかすごい渋くて渋くて、口の中もう大変なことになっちゃうんで、このままじゃ食べれません、これは。じゃあどうやって食べるのかっていうと、まあうちでやってるのはこの渋抜き職人っていう焼酎47度、47%のこのアルコール、これを使って渋抜きをします。で、今日そのやり方をね、動画化して皆さんと共有したいなと思って撮っています。で、用意するものは、柿、まあ取れた分だけでいいんで、それと焼酎、まあこの渋抜き職人じゃなくても類似の商品はあるんで、うちのね、近所のスーパーでも何個かあるんで、探せばあると思います。なければネットでも買える時代なんで、探せば出てきます。で、もう一つはこの袋、ビニール袋、密閉できる袋ね、それとストロー、そして焼酎を入れて使うためのお皿、まあこのくらいかな、12345、5個あれば大丈夫。あ、もう一個あった、新聞紙。新聞紙一応こう、なんつうだろう、湿気を保つためにね、中に、袋の中に入れて使うんで、まあ6つ。あと1つ輪ゴムか。今輪ゴムちょっと忘れてきたから取ってくるんだけども、ね、6つ、7つ。これだけあれば渋抜きできますんで、で、今これからそれを作業していきたいなと思います。まず準備として、袋の中に新聞敷いておきます。とりあえず、この中の湿度の調整できればいいんで、あとは土台となればいいかなっていうので、まあこの辺は適当でいいっす。うまくいかねえな。まあこんな感じでいいでしょう。ね、敷いといて。で、これに焼酎をあげていきます。よし、ちょっと多めでも大丈夫。で、これにね、このヘタの部分あるでしょ。これをつけます。キュッと。しっかりつけます。で、入れていく。これだけなんだよ。今回ちょっと撮影用に5個ほど持ってきてるんで、5個やります。こうやって袋に入れたとね。そしたらこれまた上から、まあ、この新聞紙っていうのはうちの、なんだろう、昔からのやり方ってだけで、別にこうしてやれってだけじゃないけど、こうやってやってます。保湿、保水のためにね。あとほら、これがなければ、焼酎とかの水分が流れ溜まって、腐るかなっつうことで、こいつに吸わせて調整してるっていう感じ。イメージとしてはね。で、焼酎残ってるんで、これをかけておきますと。で、こっから先は、大人の人がやってくださいね。これ、キュッと締めます。で、ストロー刺して、中の空気吸います。当然ね、当然これアルコールが入ってるんで、大変なことになります。大人の人がやりましょう。いやいや、怖い。アルコール苦手なんだよね。なるべく空気出しといて。まあ軽く抜ければそれでいいんで、今それまで喉に入っちゃった、最後。軽く抜ければそれで十分なんで、こうくるくるってやって、で、輪ゴムで密閉すると。よいしょ。
とこれで完成です、これだけで OK、 この中でこれでどのくらい置くのかな、あ、この書いてあるものでは5日ほど置くと渋が抜けますって書いてますけど、うちでは5日ではちょっとこうまだ渋残ってるなって感じするんで、この状態で10日間置いてます、まあ、それでも1回開けてみて、で1個食べてみて自分の味下で下渋みが抜けてるかどうかっていうのを確認してから人にあげたり販売したりっていう形をとっています。だから1個とりあえずサンプリングとして1個食べてみること、これおすすめします。で、まあ、復習だけれども、まあ、今日の動画のおさらい、ね、取った渋柿、焼酎につけますと、新聞紙だ袋の中に入れますと、でストローで数気吸って密閉すると、で10日これにはね5日って書いてるけど俺はおすすめは10日間、ね、で1個食べてみて、時間経ったら1個食べてみて、で渋みが抜けてると自分の舌で確認した上で食べれば、食べたり人にあげたりして OK、ね、結局ところ自然のもんだからさ、やっぱり計算通りにはいかないもんでやっぱり自分の舌とか味覚で確認してみることをおすすめしたいなと思いますんで、もし渋柿ね手に入ったらこういう風に渋を抜いてみることをおすすめします。これが一番ポピュラーで楽なやり方かな。あとは皮むいて干し柿にする、干し柿干すだけでも渋は抜けるんで、それも一つのあり方です。生食みたいにしてスーパーに売ってるように食べたいんであれば、こういうやり方を取ってみればいいかと思いますね。まあ、これが今回俺うちでやってる俺がやっている渋抜きの方法でした。